星と深淵を目指せ北陸 YouTube かっこかり言い出しペダイボルです。今回はゲーム部の動画ということで、前回ね原神というゲームの動画上げておりましたが、まあ原神というゲームの中でまあねガチャというものがありまして、まあ今ではどのね無料基本無料というやつのゲームはだいたいガチャがありますね、はい、でまあそのガチャで、課金させるのがねまあもちろん目的なんですけども、自分はまああんまりねやっぱり無料のサービスの中で、遊べれたらいいなと、無理なくね続けれたらいいなって思ってるんで、まあ残念ながらゲーム会社に全然貢献しておらず、その美味しいとこだけを、受け取ってしまっております。本当に申し訳ない。でガチャなんですけど、まあ無料でねゲーム内で無料でできる範囲内でやっております。で去年からねやり始めて、それを一応そのガチャの動画の部分ね録画して取りためておりました。まあガチャ、原神のこのガチャに関して説明すると、まあ限定期間限定のガチャと、通常の工場ガチャって言われてるものがありまして、まあ工場ガチャって言われてるのはまあ常にねずっとそのガチャの内容、キャラクター、排出されるキャラクターが変わらず、まあ武器もねどんどん出てくるんですけど、まあそこも変わらずという、そういうガチャであります。なのでいつ引いてもいいと。で期間限定というのはやっぱりその言葉通り期間限定ね、何週間かな、2週間かそこらで次の限定ガチャが始まってしまう。だからその期間限定だけ、回せるっていうガチャ、そこの期間限定だけで、期間限定で排出されるキャラというのが、ガチャで登場するのが限定ガチャということです。でその限定ガチャを回すのに必要な紡がれた運命というアイテムがありまして、まあそれを1個あれば1回回せると、で10個あれば10回回せると。で工場ガチャの方、通常ガチャの方にも出会いの縁というアイテムがありまして、まあそれが、まあ、1個あれば1回回せると、10個あれば10回回せると。でそのおのおの紡がれた運命とか出会いの縁とかいうねそのアイテムが揃ってなくても、原石というものがありまして、でその原石が160個あれば1回回せる、どちらもね。で10回回そうと思えば1600個必要なんですけど、1600個、なんかすごい大きな数に感じるんですけど、まあイベントね、毎月イベントなんか開催されてます。それをまあクリアちょっとでもやってればまあもらえたり、まああとはメインのねストーリーを進めてるだけでももらえたりと、何かと原石っていうのは1個とか5個とかまあもらえる数がねちょっとずつなんですけど、まあそれを貯めていくとあっという間に1600個貯めれたりします。はい。で毎日のねなんか任務みたいなのもデイリーミッションみたいなねそういうのもあったり、ウィークリーミッション1週間ねの間にクリアすればもらえるっていうのもありますし、そういうのをコツコツとね本当にそういう無料でもらえるのをコツコツ貯めてようやく回せるみたいな、そういうシステムになっております。まあねそれがなんか嫌だなと、もう気にせず回したいっていう人はねどうしても欲しいキャラがいるみたいな、そういう人はまあ課金して、回すということに、そういうシステムになっております。でこのガチャのシステム、ちょっとね他のゲームとちょっと違うんですけど、実はこの原神のガチャのシステムはですね90連目にして、必ず星5のキャラ、星5っていうのはその原神の中では一番いいキャラという、まあ、強いキャラですね、強いキャラとされてるんですけど、それが必ず出るっていうシステムになってます。このキャラ出るまですごく課金しなきゃいけないとかね、なんかそういうたまにそういう人もいますけど、まあそういう人を出さないようにね、そういうあまり課金ばっかりさせないようなまあ優しいシステムになってます。でなんか70連目、70回目あたりから高確率になっ
ってるみたいで、だからまあ70連目からその10回ずつ回すんじゃなく1回ずつ回すっていう人も中にはいらっしゃるそうです。はい。でこのなんかね、期間限定のガチャだとその期間限定以内にね、その90連目回さなきゃって思うかもしれないんですけど、実はそのそこで出なくても、まあ次のね、あの限定ガチャ始まった時にその前回のね、どんだけ回してたかっていうカウントがちゃんと継続されてるみたいで、だからまあ前回で、まあ、50連やったけど出なかった、で次の限定ガチャで、まあ、また、40連やったら、まあ、90連目に当たるその回に、まあ、星5キャラが出てきたみたいな、まあ、そういうシステムになってるみたいです。で通常のガチャとその限定のガチャまた別々のカウントらしくてですね、なのでまあ結構良心的なシステムになってます。ただ、90連目に星5のキャラが出るというだけであって、お目当てのキャラが出るという話じゃないんですね、これがね。そこがまあうまいことでなってまして、限定のねガチャ回してるのに違う星5が出る場合がごく稀にあるという、まあそこはやっぱりね、まあなんか通常すり抜けっていう専門用語みたいな、専門用語でもないですけど皆さんが使ってらっしゃる言葉で、すり抜けてしまったっていう、その星5のキャラが出てしまった時点でカウントがリセットされるんです。だからまた次10回目ね、1回目からまた90連目までまたカウントが始まってしまうという、そういうシステムになってます。なので安心はできないんですけどね、まあ90連目にまあちょっと何ですかね、期待が高まるというか、そういうシステムになってます。まあ他の攻略サイトとかいろんな動画もちょっと参考にさせてもらってるんですけど、まあ初心者はなんかあんま限定ガチャ回すなみたいな感じで言ってる人もいて、まあそれの理由が結局最新のね限定ガチャ、最新の新しいキャラが出てくるんですけど、大体その新しいキャラっていうのはその新しいエリアとか新しいエリア、ゲーム内のね、そこのなんか強い敵を倒さないともらえないアイテムがあって、そのアイテムによってその新しいキャラがなんか育てられる、レベルアップできる、限界を突破できるみたいな、なんかそういうアイテムとか素材とかですね、まあ、それらが新しいエリアに多いので、初心者がねまだ一番最初の街で頑張ってる人がガチャ引いてもそのキャラを育てられないから意味がないみたいな、まあそういう意見もあるんですね。ただその限定ガチャなので期間が過ぎたら終わっちゃうわけですよ。でそこで欲しいキャラがいたとしても、そのキャラがまた次ね復刻ガチャみたいな再び登場するかどうかっていうのは全然予定が未定なので、数ヶ月後にまた復刻ガチャが来るのか、それとももう1年後に復刻ガチャが来るのかっていうのは全然わからないわけなので、まあ俺の意見、これは勝手な俺の個人の意見ですけど、まあチャンスがあれば、欲しいキャラがいるならばガチャ回した方がいいと思われます。とりあえずねキャラクターだけ取っといて、で育てるのは後でゆっくり育てればいいだけのことで、せっかくねじゃあその素材取りに行けるぐらい強くなったけど、そのね欲しいキャラのガチャがなかなか来ないとか、来ても結局全然引いても取れなかったってなると、それだったら最初に引いてしまって少しでもチャンスがね手に入手できるチャンスをね逃さない方が自分はいいんじゃないかなと思っております。なので自分は欲しいキャラが出たらとりあえずはもう回すようにしております。はい。それでは早速去年の、取りためていたガチャの録画を見ていきます。はい。場所は、
モンドの風立ちの地という場所ですね。まあ、これ今見えてるのは、初心者のガチャを先に回していて、誰でも手に入るようになっている星4の女の子ですね。で、このなんかガチャで、まあ、いろんな検証動画があるんですけど、どうやらその星5が出やすいガチャをする場所にもなんか関係あるんじゃないかと、星5が出やすい場所があるんじゃないかっていうことで、で自分もまあそれをちょっと検証する形で、ここで星5が出るかどうかは分かんないんですけど、あの自分の中の勝手なね検証なので、なんかでも天気めっちゃ悪いですねこれ自分がね、あのやっぱ雨男なんで雨男にふさわしい天気になってます。雷雨ですこれ。で今回この期間中に手に入るのが新キャラ瀬野というキャラですね。はい、これがなんか褐色の人が多い感じなんですけど、なんか砂漠のね、なんかエリアが新しくあの追加された後なので、まあその砂漠のねとこに活躍するキャラが出てきてます。はい、まずは10連目かどうかちょっと分かんないですよね。実はその前に回してるかどうか分かんないです。とりあえず10連目、はい、10連回していきます。はい、今あのなんていうんですかね、このアイテムが出てくる前のなんか演出がめちゃくちゃ光ってたら、なんか黄色にね、金色に光るエフェクトというか演出が出たら、まあ星5の何かが出ると。ごく稀ね、ごく稀に星5のその武器が出る時もあるらしいんで、その場合もカウントがリセットされちゃうのかな、ちょっとわかんないんですけど、今キャラ一つも出ませんでしたね。こういうこともあるんです。まあこれ世に言われる爆死というやつですねキャラを欲しくてガチャ回してるのに武器しか出てこないっていうのはもう爆死ですね。はい、で20連目です。今もなんか特別に光ってはなかったですね。金色に光らないと出てこないんですが、せめてね、はい、ここで星4のキャラがようやく出てきました。これ新キャラだったのかな、それとも前からいてその復刻で出てきた星4のキャラなのかわかんないんですけど、あ、2個出てきましたね。あのキャラあの被ってもね、あのそのキャラがなんかさらに強くなる要素となるので全然問題ないと思われます。はい、このキャラは左右というキャラですね。なんかちっちゃい子のキャラ初めてですねこれはね。はい、この子が当たりました。できればね、あのお子ちゃまよりはね、自分あの大人びた女性の方がいいので、できればねあの他のキャラがというか星5が出てきてほしいんですけど、今も光りませんでしたね。これ30連目です。やっぱりその光る演出がなければ、まあ間違いなく星5のものは出てこないのかなみたいなので、あ、星4のこれが出たってことは、これが、あ、はあ、星4のまた出てきましたね。左右すごい、めちゃくちゃ出ますね。星4多いな。星5は出なかったけど、星4のものが3つも出てくるって、なかなかこれはなかなか引きが良かったですね。はい、出ませんね。で、原石がね7000個ありますけど、まあ10連回してるんで1600こうずつ減っていくわけなので、これどうしようか、あの迷ってるとこなんですよね。ちょっとね、これ以上回していいものかどうかとちょっと苦悩してるところ。これ40連目です。40連目、光りませんでしたよね今ね。お、ここでキャンディスというキャラが出てきましたね。これも初めて
入手したキャラですね。はい、初めてです。水の属性のキャラですね。水属性のキャラ、あのこの世界、あのいろんな属性のね、火とか水とか、あと風とか岩とかね、雷とか、いろいろ属性を持ったキャラが出てくるんですけど、さっきのサユっていうちっちゃい子はあの風の属性で、とにかくあのいろんな属性の強い子を、まあキャラを育てるのがこのゲームの何ていうんですかね、生き残る術というか、うまくせ、あ、光った、はい、50年目光りました。ただここまでに何回ね、前回のこの限定の間に何回回してたのかちょっと自分カウントしてないんで、あー出てきましたね、お目当ての瀬野くんが出てきました。はい、かっこいいっすね。雷ですね、雷の属性の子ですね。はい、武器も初めての星4の武器が出てきました。これで1回リセットされます。はい、こんな感じですね。なんかエジプトっぽいですよね。エジプトのなんていうやつでしたっけ、瀬戸神でしたっけ、なんかそれに似た格好ですよね。続いて去年の10月27日ですね、場所がモンド城、まあ、最初のお城の前でやっております。この時はね、場所とかあんまり考えてなかったかもしれないですね。はい、でこの時の限定キャラとして来てたのがニーローという女の子で、これが確か最初の初めての新キャラとして登場している子ですね。はい、で今回通常のガチャ回せる出会いの縁ってやつが、これですね、出会いの縁ってやつが10個以上溜まってるんで、とりあえず10連回してみようかなということで、あのここに今描かれてるなんかね、可愛い女の子たち1個も持ってない、1人も持ってないので、でとりあえず10連回してみた結果、今光りませんでしたね。とりあえず10連目、まあ、でもあのこうして武器がね手に入るんで、まあ、キャラが欲しいから武器取るの仕方ないっちゃ仕方ないんですけどまあこうしてあのかぶっちゃったね、もうすでに持ってる武器も出てくるんですけど、まあこれもね、その武器そのものの強化につながってくんで、まあ問題はないかなと。はい、で俺はねここでまあなんか増やしたんですよね、このスターダストっていうなんかアイテムを使ってこの出会いの縁ってやつを増やしたんですけど、あと1個足りない、でも1個足りないぐらいなら、まあ原石1万何個もあるんで、まあまあ1個ぐらい足してこの10連回してみちゃおうかなということで回しちゃってますね。はい、これ20連目、はい、光りませんでしたね。はい、この時ね、この原神の、あ、よく使う子が出てきました。とにかく原神のこのガチャのシステムよく理解してませんでしたね。だからあの通常のガチャは別に原石を使ってまで回さなくてもいつでも回せるからっていうのを知らなかったんで、あのこの通常のやつがいつね、この子たちを手にできるのはもしかして今だけじゃないのかっていう勘違いも起こしてまして、でそうそう、ほらね、30連目いっちゃいますよこれ多分。まあ1万ぐらいあるから1600個ぐらいと思って回しちゃうんですよ。あ、回しちゃったね。はい、30連目ですで光らないと、は
光りませんでした。30連目も光りませんでした。あ、でも、鹿の院平蔵さん出てきましたね。これ新しいキャラ、持ってないキャラですね。なかなか強いキャラみたいです。風の属性で、でもいまだに実は強くしてないというか強化してない子です。はい、ここで手に入ったんですね。はい、続いて11月7日、新キャラナヒーダっていうのが登場した時期です。はい、これモンド城の今度は風の神様の石像のね、なんか手のひらの上で回してみようということで、でこの時に宵宮っていう子もガチャとして出てきてますね。はい、この時ね、草元素っていうのが初めて実装されてきてたのかな。属性がね、草属性っていうのが初めて、だから持ってない属性はまあ持っときたいなっていうのもあるんですけど、ただその新キャラってどういう強さなのかが分かんないから、とりあえず10連いきましたね。10回回しましたね。光らなかったんで、まあ普通にダメだったみたいな。でベネットくん、ここで星4のねキャラが出てきました。ベネットくん、はい、レザーくんも多分これ初めて手に取ったんじゃないかな。あ、新規ですね。この2人初めてこれで手に入りましたね。火の属性と雷の属性かな。でまあ次、紡がれた石はないんですが、まあまあ足りない分ね、この原石を使って火の属性の女の子で、どっちを回してもカウントされるので、これで20連目ですね。でベネット君が出てきましたね。もう一回キャラが結構強かったんじゃなかったかな、評価が高かったので、今ノエルという子が出てきましたね。これで30連目か、30連目いきました、ね。出てきませんでしたね。続きまして、諦めきれず11月10日、もう一回ね、今度はなんかキャラが変わってますけど場所は一緒です。モンド城の風の石像の手のひらの上で、まだ期間があれなので、あ、紡がれた運命と出会いの縁がちょうど10個ずつあるので、多分どっちも10連ずつ回すのかな。イベントの方が10連回しましたね。これで40連目外れましたね。今ね、光らなかった。またベネットベネットめっちゃ出るな。その他のね、この武器もねすごくいっぱい被るんですけど、まあその分強化につながるんで、限界突破できるんで問題ないなと。ついでに通常のやつも回す予定ですね。
はい、この子たちが手に入っていないので、はい、回しました。これで前回と合わせれば40連目になるのかな。光りませんでしたね。残念でした。キャラクターすら出ないのはすごく寂しいですね。はい。じゃあ次は、11月19日、八重巫女とタルタリアの復刻ガチャということで、前回まあ俺がプレイしてない、まだプレイしたことがない期間に、まあ、登場していたキャラの、まあ、復刻のガチャが来たということで、これはマウシ、わざとマウシ、まあ、すごく見晴らしのね、いい場所で、この石像の手の上で、ここの手の指先に座れるってことを意外とね、初心者の方知らないということで、ここを座るだけで、アチーブメントでしたっけ？なんか、クリアするべきものがクリアできるので、ぜひここは、登って、座ってみたらいかがでしょうか。はい。で、出会いの、あれが9個。で、こっちは、紡がれた運命ってやつが全然溜まってませんね。なので、多分原石で回すのかな。なんかどっちも新キャラではないんですけども、なんか星4の方に新キャラがいるのかな。ちょっと自分全部を知らないままに回しておりますが、はい、これで10連やったから、前回と合わせれば50連目ですが、あ、ここでトーマ、これも、あ、持ってたんだ。どこで撮ったんだろう。この動画探したけど、トーマを初めて撮った動画が見当たらないんで、多分その前に、ま、やっぱ、ま、何回か回したりしてるんでしょうね。20連目、はい、20連目だから、これで実質は60連目になるんですけど、あ、レイラ、これは新キャラですかね。うんうん、初めて手に入れた子ですね。氷属性の子ですね。で、自分多分氷属性が初めに自動的に加入するガイラでしたっけ、ガイアでしたっけ、男の固めの男の人しか持ってないんで、多分これは貴重な氷属性のキャラとなります。これで10連もう1回いったんで、これで70連目ですね。けど、あ、平蔵さんが出てきました。この時もまだガチャのシステムを理解せずに、どうしようかなっていう感じで回してるんで、多分ここでやめたかもしれ、あ、もう一回行った。ってことはこれで80連目？あ、光った。光りましたね。80連目で光りました。いや、いいんですけどね。いいんですけどね。はい。多分ね、これ、そうなんです。ここの、八重巫女っていうのを狙ったのに、このジンっていう星子のキャラ来ちゃったんで、これでリセット。これがね、世に言うすり抜けってやつなんですね。80連目にして、ジンという子が出てきてしまいましたね。はい。すり抜けました。そうなの。この、和風な女性が欲しかったんですけどね。あ、めげずにもう一回行く。はい。でももうリセットされたんで、これは、10連目になりますね。普通のね。あー、はい。光りませんでしたね。お、とことん行くか？
とことんはいかなかった。はいはい。で11月26日さらにリトライ。ほれじゃん。まあこの結果やっぱり場所あんまり関係ないんじゃないかなっていう気はしますね。まあすごく夕日が綺麗な場所ですね。夕日を背にこの石像が。はい、あんまり石溜まってないけどもう一回回すみたいな感じですかね。このタルタリアっていうのも強いらしいんで、水キャラもあんま全然持ってないから、とにかくキャラ全然持ってないんで、どのキャラも欲しいんですけど、やっぱ星5の、あ、通常のやつ見たな。通常、あ、光った。通常で光りました。50連目かな ?50 連目で光りましたね。で、リセットされる。あら?ガイアが出てきた。ガイアも出てきていいんだけど、え、キャラは?これはどうなんですかね。武器が手に入っちゃった時点でもう星5が来たからリセットされるんかな。リセットされちゃう気がしますよね。多分これでリセットされたんですよね、通常のやつは。うん、おそらく呆然ですよね。キャラが出ると思ってんのに武器が出てきちゃうっていうね。でも、お、今度はイベント回しますか。回すかな。回しましたね。これは20連目になりますね。光りませんでしたね。やっぱ10連20連っていう、なんかその間に光るってことがすごく低い確率なんでしょうね。まあ、そこはやっぱり、あ、平蔵さんよく出ますね。でも俺全然強くしてないんだよな。やっぱ育てないとダメですね。育てたいんだけど。残念でした。もう一回回せるんかな。もう一回回せるけど行くかどうか。行った。これ実質30連目ですね。リセットされてから30連目光りませんでしたね。キャラすら出てこなかった。これが一番辛いんだよな。もう回せないっていう最後の10連で、はい、残念な結果でございました。で次、12月14日、新キャラで放浪者というのが出てきてまして、はい、あのね、前回のジンさんを、操作してやはりここで引くようですね。はい。でこの放浪者っていうのは風の属性ですね。でこのなんとかイットっていうなんか鬼みたいなのはなんか復刻のようですね。前回と合わせて40連目。光りませんでしたね。あ、五郎というキャラが星4のキャラですけどね。岩の属性のキャラですね。岩の属性も全然自分持ってないんで、本当持ってないキャラだらけなんですけど初めて手にしましたね。
はい、これも出会いの縁っていうのが溜まってるんで、あ、回しました。前回のでリセットされてるならこれは10連、普通の10連になるのかな、10連目になるのかな。光りませんでしたね。あ、ノエルって子が出てきましたね。一応岩のね属性の子なんですけどね。次に行きます。12月28日雷電将軍と神里綾人の復刻ガチャが来ております。で、場所はね、雷電将軍って言えば稲妻っていう、まあ、日本をねモチーフにしたような、場所がありまして、そこの稲妻城だったかなの前になんかこういうね女神像みたいなもんがありまして、そこで、引いてみるようです。はい。まあなんかね、そのキャラのねゆかりのある場所で引いた方がいいんじゃないかっていう、検証の動画もありましたね、確かね。はい。で、だいたいこんな風になっております。で、この雷電将軍っていうのがなんかすげえ評価が高くてですね、強いらしいんですよ。なのでどうしても手に入れたいと思う。早速回しましたね。これで50連目かな、前回と合わせれば。光りませんでしたね。左右ってこうなってきましたね。はい。まあね、なかなかね、そう簡単に当たらないんですよね、50連目だけでは。あ、来ますね。そしたら60連目。光りませんでしたね。60連目、結構そろそろいつ出てきてもおかしくない。あ、九条サラという、キャラが出てきましたね。これも新しいキャラですね。で、雷の属性なんですよね。お、ついに、あ、70連目。おー、雷電将軍出ましたね。はい。すり抜けなかった。よかった。はい。見事、当たりましたね。70連目ですね。70連目。あ、で、ロサリアっていう子も新しく手に入りましたね。氷属性だったかな。はい。で、これで一回リセットされますね。で、まだあるんで、これは、そうだな、こっちを回すんかな？それとも、そう、この神里綾人っていう人もすごいキャラ強いんですけど、この雷電将軍っていうのが、こっちよりも評価が確か高くて、だから、要は、被ってね、キャラが被って出てきてくれる分にはそのキャラが強化されるんで、どっちを回すかっていうとこですよね。ここでもまだ自分多分ガチャのシステムを理解してないまま回してると思うんで、今のでリセットされてるってことは分かってないと思うんですよ。こっちを回すか、まだ原石ありますもんね。あ、回しましたね。はい、回しましたね。10連目です。はい。あー、まあ、外れは外れたけど、まあまあまあ。あ、まだ行く。20連目ですね。光りませんでしたね。はい。しかも何も出なかった。武器しか出なかった。まだ行くか。あ、まだ行った。30連目。光らない。光りませんでしたね。あー、でもまあまあまあ。ロサリアでしたっけ、ロサリアでしたっけ、キャラが被って出てきたので、その子が強くなれるんじゃないかというところですね。はい、続きまして、年またいで1月25日、
今年ですね、はい、で回答祭というイベントがありまして、このイベント全部やりきるとまあなんかポイントにぎわい度みたいな、各ねイベントをこなしていくとまあそのポイントがたまりまして、そのポイントがたまったらこのリーウェイっていうエリアの、まあ、ゆかりのあるキャラ星4のキャラですけども、その中から1人、好きなキャラを選べれるということで、で迷ったんですけどやっぱり持ってないキャラが欲しかったので、この、行幸というキャラを選びました。はい、まあ、岩の属性なんですけど、なんかねシールドっていうなんか盾をね貼れて、まあそこで敵の攻撃を防げるっていう能力があるので、自分としてはそういうシールドを持ったキャラがちょっと少ないので、でまあこのきらびやかな会場のねなんか催し物があって、ここで初めてアルハイゼンっていう、キャラが新キャラとして登場してます。これのガチャを回すのかな、回しましたね、はい、あ光った、これ40連目だと思うんですけど光りましたね、光った光った光ったぞ、40連目で光った、ここでティナリというね一応草元素というか、属性の子が出てきてしまったので、これ星5ですもんね、多分これでリセットされましたねでも40連目で出たっていうのはなんかすごいですね、やっぱお祭りの場所ということで、まあちょっと特別な力が働いたのか、でもすり抜けですよね、これ俗に言うすり抜けですよね、アルハイゼンっていう子が欲しかったんですけどね。でプラス10連して、新しくこれも新キャラ、一応星4ですけど新キャラのヨーヨーっていうちっちゃい子ですね。自分ちっちゃい子はねなんか扱いづらいんですよね。続いて、2月8日、これねクルミとか書いてありますけど、これフータオとイエランっていう、復刻ガチャとなっております。場所はですね、今回場所はリーウェイの、軍玉閣というなんか、まあ、ここでは一番高い位置になりますかね、空中要塞みたいな、空中庭園みたいな場所がありまして、まあ天に近いほどまあ願いが届くのではないかという浅はかな、感じでですね、でこの頃にはようやくねガチャシステムがようやくここでようやく自分は多分分かったと思うんですけど、はい、で早速このイエランっていう子がどうやらすごく評価が高いのでこの子を狙ってますね。で今やりましたね、10連光りましたけど、あで行く秋という星4のキャラが出てきました。これ初めてですけどこの子もなんか強いらしいんですよね、育てれば。で今10連やったんでこれは20連目ですよね。でもう一回やったんでこれで30連目、はい、来ませんでした。評価が高いの知ってるんでこれで40連目、お、行幸さんが出てきましたね、はい、で2月17日リベンジ、イエランがどうしても欲しいということでリベンジしてます、はい、これで50連目光りませんでしたね、
ゆくあきくんがめちゃくちゃ出てきた。これはこれでありですよね。強いらしいんだよ。全然強く強化はしてないんですけどね。はい、稲妻エリアの、鳴上大社という場所に来てやってますね。やっぱ願うならばここかなということでやったんですけど、外れたみたいです。と次が、スメール地方のどこだったか忘れました。なんかちょっと神秘的な場所で、森、もうスメールの地方って大体森なんですけど、なんかここは渦が巻いてるような場所で、ここがどこだったかもう忘れてしまいました。はい、ここでもイエランを狙って、これで60連目かな。はい、60連目ですけど、あ、行子さん出てきましたね。はい、当たりませんでした。で、2月21日まだイエランのリベンジ。次はですね、モンド城の、またこのね、この女神像、風の神の像になんかキスを、祝福のキスを受けつつガチャしたら当たるんじゃないかっていう、なんかよくわからない検証ですけど、それをやってますね。ちょっと変な加工をしてますけども、はい、ここでもはい、やりましたね。これで70連目です。光りましたね。70連目です。ああ、出た。よかった。すり抜けなかった。よかった。よかったっすね。出ましたね。はい。イエランはですね、今現在はちょっと育ててる途中ですね。星5のキャラが強いっていうのは分かってるんで、やっぱその星5キャラを最初にというか、メインに育ててるようにしてます。はい、続きまして3月2日ディシアというキャラが、初めて新登場しております。で、ここはどこだ、ここはどこだろう、ごめんなさい、ちょっと場所よくわかんない。どっかね、稲妻のなんか地下の方にまた巨大な空間がありまして、そこのどっかの石像、もういつの石像なんだろうっていう、誰が建てたんだろうっていう謎な石像がそこにあって、そこの拳の目の前で、ガチャを引くようです。ここもね、地下とは思えない空間が広がってて、ほんと異空間ですよね。で、ここで、ディシアでしたっけ？はい。これのガチャを引くみたいですね。で、瀬野さんはね、もうね、自分持ってるんで、とりあえず、このディシアというキャラもすごく評価が高くてですね、はい、で、前回でリセットされてるから、これは10連目光りませんでしたね。あ、ベネットくんがまた出てきましたね。で、通常ガチャも来てたので回しましたね。これはあと20連目かな、20連目になるのかな、20連目になりますが、何も出てこなかったということですね。はい、で、リベンジ3月6日ですね。ごく最近です。ごく最近なんですけど、で、まあやっぱディシアというと、まあこのスメールというエリアの砂漠の地帯の、まあ活躍するキャラなので、
まあ、その七天神像、七天神像でしたっけ、まあ、草のね神様が、祀られてる像の前でやるみたいですね。はい、うん、やっぱりそのキャラのなんていうんですかね、活躍してる地域でガチャを引くってのがなんとなく今のとこうまく当たってるんじゃないか。これで20連目ですよね。あ、20連目で光りましたね。20連目で光ったんですが、20連目で光るって今までなかったな。ああ、すり抜けなかった、すげえ。はい、というわけで20連目、あ、ベネット君も出てきましたけどね。はい、これはね、だから今までの検証で言えば、やっぱその場所に活躍するそこで引いた方がいいんじゃないかっていう感じですかね、今のとこ確率が高いのは。まあでも俺だけのデータなので、これは検証って言えないんですけど、まあ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 、なんかもっとサバサバした性格かなと思ったんですけど、意外とこのこういうふとした仕草を見ると、まあ意外となんていうんですかね、お肌の手入れとかお化粧のノリとかを気にするほどおしゃれさんなのかなって感じですね。ということで、レベルを突破する、アイテムがその砂漠のね、この子が活躍する場所にしかないということで、でこの何ていうんですかね、フィールド上にあちこちに点在してるというか、もうどこにあるのかよく分かんないので、まあちょいちょい攻略サイトを見て効率よく回収するようにはしてますけども、それでもレベルが限界突破ねしてレベルを上げるごとに、まあやっぱりどんどん集める数が増えていくと、そういうことになってます。のがちょっとよくわからない、漢字がね読めないものがよく半永久統制マトリックスという、多分ね俺まだ全然倒したことがないキャラ、ボスキャラですね、それを倒さないと手に入らないものがとうとう出てきてるので、だから結局こういうかこうやってどんどん強いキャラを育てたいがために強い敵をどんどん倒さなきゃいけないっていう、まあそういう風になってくるので、まあ初心者の人たちはだから無理してガチャを引かなくていいっていう話ではあるんですが、まあでもこうしてね手に入れておけばいつ育ててもいいって思ってるんで、自分の中ではね、なのでまあ全然無駄ではないなと思ってます。はい、まあ、というわけで、まあ検証になるかどうかわかんないんですけど、自分の中ではねそのキャラの活躍する場所のまあ七天神像でなんか星5を引く確率がちょっと高いかな、まあまたまたまかもしれないですけどね、自分はそんな感じがしましたね。はい、なので次からも七天神像の方で、すり抜けがねまあ見てもらった限りではねちょっと多いんですよね、意外とすり抜ける、すり抜けてほしくない時にすり抜けることがまあまああるのでね、これがまあガチャの怖いとこですね。はい、まあなのでってご利用は計画的に。で今んとここれだけとキャラがいます。一応自分はランク
何ランクでしたっけ、そうそう冒険ランクっていうのがありまして、その冒険ランクを35のままずっとやってますもうすでにこの冒険の経験値みたいなのが7000この7475を超えれば次の冒険ランクに上げられるみたいなんですけど、自分はねもうすでにどれぐらい経験値溜まっちゃってんのかな、483807溜まってるんで、余裕でね次の冒険ランクどころかその次の冒険ランクにも多分手が届くんじゃないかなと思ってるんですけど、この冒険ランクっていうのを上げてしまうと実はフィールド上の敵すべてのレベルが上がってしまうんですよ。で今んとこね、今んとここのレベルのまんまだと余裕で結構倒せるんですよ。余裕っていうかそれでも強敵ボスって言われてる敵は強くて、そういうボス一体と戦うならなんとか渡り合えるんですけど、そういうボスが何体も出てくるみたいなそういう場面になるとまあ死んじゃうんですよ。なのでね、まだ冒険ランクは上げたくないなっていうのが自分の本音です。なので冒険ランクは未だ上げておりません。だからこそキャラのレベルっていうのが今のところ上限70までしか上げられない状態です。このライデン将軍にしても必要な冒険ランクは40ってなってるんで、今35なの、冒険ランク35なので上げられない状態なので、自分の中ではこれが70が最高地点ですね。で大体まんべんなくキャラを、レベル上げしてます。で初心者の人は失敗しがちな例を俺はやっちゃってますね。いろんな人がキャラは自分の使いたいキャラに絞ってそのキャラだけのレベル最高まで育て上げればいいだけで、使わないキャラはレベル上げる必要ないよっていう風に言われてます。ただこのこのゲームのシステム的にそれはすごく難しい話で、例えば4人のパーティーでだいたいメインで戦うんですけど、例えばですねこのライデン将軍雷属性ですよね。でこの雷属性のレベルを上げる、成長させる、なんていうんですかね、突破素材とか、育成素材っていうのがありまして、それを集めるのに、結局、雷系の敵を倒さなきゃいけなくなるわけですよ。で、雷系の敵を倒すのに、この雷のキャラではいけないわけですよ。攻撃が無効化されたりするので、そしたら違う属性のキャラで挑まなきゃいけないわけですね。そうなると、雷に効くのは、まあ他の属性なら何でもいいらしいんですけど、まあ炎の属性とかが必要になってくると。そしたら、雷の強敵のキャラを倒すのに、やっぱ炎の、まあちょっと強いキャラでいかなきゃいけない。そしたらそのキャラを強くしなきゃいけないじゃないですか。そしたら、炎のキャラを強くするにはっていうことになってくるんですよ。そしたら、炎の素材が必要で、その炎の素材を集めるには、炎の強敵を倒さなきゃいけない。じゃあ、炎の強敵を倒すには、どのキャラで行くかっていうと、まあ、水とか氷とかのキャラで行かなきゃいけない。そしたらっていう話。そういうシステムなんですよ。だからね、メインとなる4人のキャラ、まあ、それを、自分で選別して、選んでおくっていうのは別にいいんですけど、結局ねそのキャラ4人育て上げるのに他の属性のキャラのチームで挑まなきゃいけない時があるので、だからね4人だけ育てればいいっていう話じゃないんですねこれねそうなんですよ。これはやってみて痛感したことです。なのでなんか初心者でやりがちで失敗しがちなのが、こうやってまんべんなくキャラを強くしちゃってるのは良くないぞっていう
お話ですが、あの初心者の俺からしてみればまんべんなくキャラを強くしていかないとあの素材集められないっていうのが俺の中の持論ですね。持論です。はい。なのでこれは他の人に当てはまるかどうかは分かりません。でも一人のキャラを育てるのにいろんな属性のキャラの強いキャラが必要になってくるんで、結局は全員育てなきゃ勝てないっていう場面が出てきます。はい。まあそれでも効率よくね、さらに効率よくキャラを厳選するべきなんでしょうけど、まあまあまんべんなく育てあってあげちゃってます。はい。今んとこメインがこの4人で戦ってます。で自分はなんかメインアタッカー、要は主となる攻撃するキャラっていうと、このエンヒっていう女の子の炎の火の属性のキャラクターでいってますね。今んとここの子を強くしてってます。強くしてってるっていう割にはまあ攻撃力とかね、全然なんか大したことない数値になってますけどそうですね。でこのバーバラっていうのは一応なんかストーリー的に進めてけば手に入るキャラだったはずですね。はい。でこの子が回復、水の属性なんですけど回復のスキルを持ってるんで、この子で回復役で、雷電将軍ね、ガチャで、手に入れたキャラですけど、まあ、やっぱり強い強いって言われてただけあって、強いんですよ、本当に。まだレベル70だし、全然、そんな強い武器持たせてるってわけでもないんですけど、まあ一応、強くしようと思って、いろいろやってるとこなので、でももう、なんていうんですかね。なんかスキル一つ使った後に、この演技に変えて攻撃してるだけで勝てちゃうっていう、なんかそういう感じで使ってますね。だから、ライデン将軍メインで戦ってるってことはないですね、自分の中では。ライデン将軍は槍を使う接近戦のね、人なのでね、あんまり、接近戦得意じゃない接近戦得意じゃなくてですね、やっぱりこのエンヒってなんかなんていうんですか、宝具って言われるものを使ってて、なんか遠距離のね、なんか魔法みたいなもので戦うんですよ。でその魔法がね、ただただ撃ってる、まっすぐ撃ってるだけじゃなくて、まあそれがなんかなんていうんですか、追跡して敵に当たってくれるんで、だからね、弓使いもいるんですけど、弓使いは自分で狙わなきゃいけないんですね。これがまたね、戦闘、激しい戦闘となるともう狙いが定まんなくてなかなか当たらないっていうのが自分苦手な分野なので、で接近戦のね、片手剣とかそういう槍とかね使うと、どうしても敵の広範囲な攻撃してくる時があるんで、それが避けられなくて大体やられちゃうんで、やっぱ離れて戦いたいタイプなので、卑怯者なんですけど。なのでね、このエンヒという子がすごく役立ってます。で、4人目はほとんど使ってないんですけど、このサユって子が、スキルを使うとね、移動が早いんですよ、一応。スキルで回転しながら走っていくんで、その移動によく使いますね。あと、両手剣の使い手なので、まあ鉱石って呼ばれる硬い石をね、叩いて集めなきゃいけない、アイテムを集めなきゃいけない時によく重宝するもので、まあ、この子、なんかこの4人で、大体やってます。で、今んとここの、バーバラが全然、攻撃というか、あまり参加してない子なので、まあ、できれば水のね、攻撃型の何か、キャンディスか、ゆくあきくんか、まあ、あとはこのイエランでしたっけ。この子がすごく使えるって話なので、まあ今この子を育ててる途中ですかね。こっちとこっちどっちがいいのかな。でもこっちは弓使いかな。
だから近接攻撃が不得意な自分としてはこの子の方がもしかしたら使いやすいのかなっていうところで今育ててる途中ですね。はい。で多分動画でね出てこなかったんですけど、この深淵、これ深淵で合ってんのかな、読み方違う気がするな。まあこの子が出てくるガチャの動画が出てこなかったんで、多分見てないとこで引いちゃってるキャラなんですよ。まあ同じく原神で遊んでるよっていう人からのコメント、もしくはまあキャラによるなんかね、こういうのを使ってった方がいいよっていうやり方とかね、そういう助言のコメントとかもお待ちしております。まあ、こうしてね、ちょっとずつ本当にいつも自分時間ないっていう割には、こういうゲームも自分の趣味としてねやってるとこなので、まああとゲームはね、撮影しててもいつ子供たちがいる時でも撮影できるやつなので、本当にいつでもできる、撮影できる素材としては最高にネタとしてね、ありがたいことで、一応撮影またできる時にしてって録画して、こうして後日出すこともあると思います。はい。まあ、今回は全然参考にならないと思いますけども、まあどこでガチャを引けば、星5が当たるのかという検証をやってみた結果でした。はい。それでは See you next. Bye bye.